がる「『はいその旅のお坊様がおいでになりましたのはそれはもうひどい雪の日でございました。その時私はちょうど留守をいたしておりました。雪はガ蛾蛾蝶の羽毛に似て飛んで散乱し人は角蝶鶴の毛衣。 起きてて立って徘徊す中国の白楽天というお方は本当にうまいことを言ったものだと昔覚えました詩を口ずさんだりしながら深く積もった雪道を家に帰って行くところでございましたしかし世に栄える人が眺めたらこの雪の景色もそのように美しくも見えましょうが落ちぶれて 破れ衣をまとっていたその頃の私にはただ寒いばかりで何とも面白くない雪でございました今も昔も降る雪には変わりはなくても見る者の心でこんなにも違うものかと一人そんなことを考えながら坂道を下ってきたものでしたすると誰かが 頭から雪をかぶって道に立っているのです。こんな大雪にどこへ行く人だろう。そう思って近づいてみると、それは私の妻でございました。どうしたのだ、そんなところで。私が不思議に思って尋ねますと、お待ちしていたのですよ、と申します。つい先ほど知らないお坊さんがお見えになりまして、 今夜泊めてもらえないかとおっしゃるのです主人が留守ですからと申しますと「ではお帰りになるまで待たせていただこうと」と戸口でお待ちになっているのですそれでもうそろそろお戻りになる頃だと思いまして私は足を早めて帰りました。旅は私たちがが雪に足を取らられながら戻るのを 軒下に立っっててじっと見ておられましたそして私が近づくと「ご主人ですかなお留守にお邪魔いたしました」「まだ日が暮れるまでには間もありますがこの大雪に困り果て一夜の宿をお願いしたいとお帰りをお待ちしておりました」そういう層はすっかり雪に濡れてはおりましたが 決ししして貧いい旅の層とううような姿でではありませんでした私は妻の話を聞いてもっともっとボロボロの衣をまとったいかにも気の毒な旅の層を想像していたのです理由はありませんが私はこの人はこんなあばら屋にお止めしなくても良い人だとそう思ってしまいました。私どもの家は ご覧のようなあばら屋です人様をお止めできるようなところではございませんここから17、8丁約2キロも先に参りますと山本という里がございますそこなら宿もございます日の暮れぬうちに少しでも早くお出かけになるがよろしかろうそうですかお宿願えないのですな お気の毒ですが、私たち二人がやっと寝起きいたしておりますようなこのあばら屋に親宿して差し上げるわけには参りません。私はきっぱりと申しました。どうしてそんなにきっぱりと断ったのか、後から自分が恥ずかしくなりました。ただその旅そが自分が考えていたほど水ぞばらしくなかったという ただそれだけのことであったように思えるからです旅僧は意外だというように私たちの顔も見ないでそうでしたかわかりました無駄なお方をお待ちしていたようですなそう言い残して雪の中へ出て行かれました私たち二人はいつまでも戸口に立ったまま降り積もった雪に足を取られながら 遠ざかっていく旅草の後ろ姿を黙って見送っていました。そして降りしきる雪の中にその姿が消えたとき、お気の毒に、と妻がぽつりと申しました。その時初めて私はどうしてあんなにムキになってお断りしたのだろうと思いついたようでした。妻にもそんな私の考えていることが分かったのでしょうか。 冷たい家の中に入るとひとりごとのように申しました。あのお坊さん、おとめしてあげればよかったですね。私たちがこのように落ちぶれた暮らしをしなければならないのも、前の世で良い行いが少なかったからではないでしょうかね。なんだかそんな気がしてなりません。なんだ、お前がそのように思っているのなら、 どうしてもっっと早く言わなかったのだ「止まっていただこう」「この大雪ではまだそれほど遠くへは行っていないだろうわしが行ってお連れしてこよう」私は大急ぎで今旅そうの消えていったとを追いましたしばらく行くと降りしきる雪の中にかすかに姿が見えました「のうのう旅のお坊様 お宿いたしましょう。お戻りくだされ。しかし、私の声が聞こえないのか、振り返る様子もありません。激しい振りに道を見失ったのでしょうか？立ち止まったまま、衣の雪を打ち払い打ち払いしています。私は急ぎました。そしてようやく追いつき申しました。お坊様。 あのように見苦しいあばら屋ですが、お尋ねくださったのも何かの縁のように存じます。お戻りください。お宿いたしとございます。旅僧は振り返り、ただ黙ってにっこりとなさいました。私も黙って先に立ち、家に戻りました。旅僧はついておいでになりました。こうしてお連れしたものの、 家には客をもてなすものなど、何もありませんでした。お宿いたしますとは申し上げましたものの、何も差し上げるものがございません。妻は、あわのご飯など、召し上がっていただけるだろうかと申しておりますが、ほう、それは何よりのご馳走です。頂戴いたしましょう。妻は、ほっとしたように、貧しいお膳を旅その前に運びました。 旅は黙って、そののご飯をつぐつぐぐと食べ始めました。私はじっとそれを見ていましたが何かいたたまれないような気がいたしまして独り言のようについ愚痴っぽく話してしまいました「昔は私どももこれほど不自由な暮らしはしておりませんでしたその頃には「泡などと申す者は」 歌に読み詩に作られるものと思っておりました口にしたこともございませんなんだそれがご覧のように今ではこの泡でやっと命をつないでおりまする中国の昔のお話に「簡単の枕」ということがございましょうあのお話に出てまいります路政は簡単の宿に泊まって「 泡のごはの炊ける間に一眠りして50年間王様になっている夢を見たそうでございますが私もせめて夢でもよいから何不自由もなかった昔のことを見たいものだと思いますところがこう寒い日が続きますと松風が夜通しこのあばら屋に吹き込んで眠ることさえできませんので 夢見るここともないいの頃でございます「私がつい長々と愚痴をこぼしておりますうちにふと気がつくと旅想は食事も済ませじっと私の話に耳を傾けておいででした」「心身と夜は更けていきました猪の家のない囲炉裏は一層あたりを寒くいたします」せめて 火を暖かく燃やすことができたらと思いましたがもう薪もなくなっていましたこの雪では枯れ木を拾いに行くこともできませんその時私はふと軒下にある鉢の木のことを思い出しました私は立って外に出ると梅、桜、松の3つの鉢の木を抱えて部屋に戻りました蜂の木にも 雪が積もっておりましたそれを払っていろりのそばに置きますと「おお見事な蜂の木をお持ちですな」。「旅葬は私が蜂の木を自慢に見せるとでも思われたのでしょうかそんなことをおっしゃいました」。「お恥ずかしいことでございますがあいにく今夜は薪も使い果たしてしまったのでございます」。せめててこれを炊いて 温まっていただきましょう私はそう言うと台所の戸口にかけてあるナタを持ってきて座りましたとんでもないことそんな立派な蜂の木をお気持ちだけはありがたく頂戴しますがそれはおやめなさい旅草はナタを持った私の手を押さえるようにして慌てて乙女になりましたいいえ構わないですよ私も 昔まともに暮らしておりました頃は鉢物作りが好きでして随分たくさん持っておりましたでもこんな暮らしをしていいじりりでもあままません。みんみな人にやってしまいました。そして今はもうこの梅桜松の3本切りになってしまったのでございます。本当にお気持ちは嬉しいがあなただってまだまだこれから世に栄える日がありましょう。 その時のお楽しみに大切にとっておいてくだされ、おれ、そのお気持ちを聞くだけで、これ、このように心が温たたこうなってまいります。旅びはちょっとおどけたように、火の気のないいろりの灰に手をかざして申されます。でも、私も武士でございます。一旦言い出したことを引っ込めるわけにはまいりません。いいえ、私はもう、 埋もれ木のようなもの花の咲くこともございますまゆえ私がそう言いますと妻もそばから申しましたお坊様お釈迦様も悟りをお開きになる以前に難行苦行をなさって仙人のために雪山で薪をお集めになったというではございませんか私たちも この佐野の里の雪の日に旅のお坊様のために薪をたかせてくださいましな蜂の木なんぞどうして惜しいことがございましょう」そうは申しますもののなたを手にいざ八の木を切ろうとすると私はさすがにためらいました。長年かかって育ててまいりました枝ぶりの一筋一筋にも思い出がございました。 さて、どれから切ったた。ものだろう。私は迷いました「そうだ北の窓がまだ雪に覆われている頃にまず咲き始めるのが梅の花」「梅から切って炊けば春のようにほのぼのと温まることもできようか」「私はまず梅の木を切って炊きました」「次に咲くのが桜の花春が来るたびに 桜の花の咲くのが少しでも遅れると随分心配したものであったが梅の次には桜を焚こう桜の花がパッと開くように火も燃えたってさぞよく温めてくれるだろうから私はそう自分に言って聞かせて桜を切り火にくべましたそしておしまいに松を焚きました毎日かず眺め、 手入れをしてきた、一番大事にしてきた鉢でございました。松の木の青い葉っぱがポッと燃え上がり、太い幹は音を立てて燃えました。おお、すっかり寒さを忘れてしまいましたぞ。旅草はさも温まったというように大げさに言ってから、ちょっと改まってお尋ねになりました。 「ところであなたのお名前を承っておきたいのですがいいえ私どもは名前を申し上げるほどのものではございません私は先ほどから愚痴をこぼしてばかりいたことが恥ずかしくなりましたいいえとてもただのお方とは思いませぬぜひお名前を」。「旅想は鋭く目を光らせて私をご覧になりました。 それほどまでにおっしゃいますなら申し上げましょう。元は佐野の領主現在も常代と申します。こんな落ちぶれ果てた姿で恥ずかしゅうございます。私は正直に申しました。ほう、佐野の領主ともあろうお方がどうしてはい。一族に悪いものがおりまして。 領地をすっかり騙し取られご覧のような有様ですそんなことならどうして鎌倉に上り幕府に訴えてなかったのです運の悪いことにはその頃からずっと西明寺様鎌倉幕府の執権北条時折のことは修行のたびにお出かけになってお留守でございましたしかしお聞き下され このように落ちぶれはいたしましたものの今では鎌倉に恩大事が起こりましたならば誰よりも真っ先に駆けつける覚悟は失ってはおりませぬご覧くだされあそこには鎧兜を揃えておりまするなぎなたもございましょう私は破れ障子の向こうの部屋を指さして申しました痩せ細ってはおりますが 馬も一頭飼っておりまする。もしや合戦でも起こりましたならどれほど大勢の敵の中にも飛び込んでこれぞと思うめぼしい敵と打ち合い斬り合い命を懸けて戦うつもりでございます。知らず知らず私は自分の言葉に酔っていたのでしょうか自分でも思いがけずハラハラと涙がこぼれ落ちました。私は,はっとに帰って、 「申し続けましたしたかしこのままでは落ちぶれたままやがて飢え死にするほかございますまいそれを思うとただもう悔しいばかりでございます」旅「旅僧は慌てて私の言葉を遮るように申されました」「いやいやあなたがこのままで終わってしまうなんてそんなことがあるものですか。 「こうしてあなたと一夜過ごせるのも何かの縁と申されたではありませぬか私がこの世に生きているうちはいつまたどこでお目にかかるか分かりませぬこの私を頼りにしてくだされ今夜の温かいおもてなし決して決して忘れることはありませぬ旅僧はしきりに私を慰めてくださるのでございましたそれにしましても 「その時そのお言葉を聞いて私はどうして気が付かなかったのでございましたろう」「あくる朝になりました雪こそ降りやんではいましたが前の日にまして寒い朝でございました旅想は私たちが目覚めるのを待って旅支度を始められましたまだ外はあんなに雪がふ幸ございます」 はじめは我が家の見苦しさを隠そうとお宿するのもお断り申しましたほどのあばら屋ですがせめてもう一晩お泊まりくださいませ私も妻も一生懸命お引き止めいたしましたしかし旅僧はいやそう言っていただけるのは嬉しいが名残を惜しんでばかりいましては旅を続けることができません。 旅自宅の手も乙女になりません。ではどうしてもお旅立ちでそう申しますと「私はこれから鎌倉に帰りますのじゃもし鎌倉に登るようなことがおありだったら私を訪ねてくだされちょっと変わった坊主ですからあまり頼もしげではありませぬが何かお役に立つこともあるかもしれませぬいや本当にお世話になり申した」。 お元気で「旅荘がこんなにまでおっしゃいましたのに私にはもうとても鎌倉に登ることがあるまいと諦めておりましたのでお名前を伺うこともいたしませんでした」「旅荘は雪の中へ旅立っておいでになりました」「さてそんなことがありましてからどれほどの月日がたったでしょうか?」 風の強い光漬の国佐野の里にも、ちらほら梅の香る頃でございました。ある日、鎌倉の執権三明寺殿からのおふれを告げて回るものがございました。関東八カ国の大名、小名、残らず軍勢を引き連れて一刻も早く鎌倉に集まれ、との三明寺殿からのおふれですぞ。 私はいざ鎌倉の御大事とかねて用意の鎧兜に身を固め薙刀持って野瀬馬にまたがり「むち打ちむち打ち鎌倉目指してはせのぼりました」と申し上げればまことに勇ましいことでございますが実はまことに恥ずかしいことでした。恩申し鎧に錆なぎなたは良いとしても いくら鞭打ち,ちあぶみあおり立てても言うことを聞かない痩せ馬にはほとほと困りましたしまいにはとうとう馬から降りて後ろから馬を追い立て駆けつけるといった始末でございました鎌倉に近づくに従って方々から駆けつける大名小名に出会いますが皆大勢の家来を引き連れ 乗りり換ええのの馬を揃えての鎌倉入りでございますそれでも私は忠義の心だけはそんな侍の誰にも負けぬぞと勇み勇んでようやくたどり着きました関東八角から駆けつけた軍勢が吉良星のごとく御殿の前の広場に勢ぞろいいたしますとそれは見事なものでございました。それにししましても なんとも哀れな私の身なり、他の馬たちは勇み立っていらないておりますのに、私の痩せ馬は飼い馬ほしさの力ないいななき、破れ鎧の袖に長いつらをすり寄せすり寄せ、あわぶく始末です。光りつける勇気もございませなんだ。それでも私は誰にも負けまいと人一いち倍りとして。 西苗寺殿のお出ましをじっと待ち構えておりました。とその時、後ろに笑い声がいたしました。おお、間違いない、間違いない、そんな声もいたします。まさか私のこととは思いもいたしませんでした。すると一人の侍が前に回って私の顔を覗くようにして、入道殿、じきじのお呼びですぞ。 と申します「何三明寺殿が私を何かのお間違いでござろうお人違いでござろう私が意外そうに申しますといやいや人違いではござらぬ縮れかけた鎧に錆びた薙刀野生馬を引いたお侍をとの仰せですそなた以外にはござりませぬさっさお急ぎ下され」。 私は家来の言葉にむっといたしました。ししまところがその時御殿を見るといつの間にかお出ましになったのか西明寺殿らしいお方がじっと私の方をご覧になっておりました「たとえ破れ鎧に錆びた名になった、馬は痩せ衰えていようとも私に何のやましいこともございません潔く言われるままに」。 つかつかと御殿の前に進み出ました周りにはクスクスと笑いあったり指さしてうなずき合ったりするものがありましたしかし私は目もくれず御殿の前にひざまずいて頭を下げましたすると頭の上からお声がいたしましたおお佐野の現在も常よと申したな表を上げい わしはいつよや大雪の日にそなたの家に厄介になった旅葬であるぞ覚えぬか私ははっとして顔を上げましたまことにそこにおいでたのはあの日の旅葬でございました恥ずかしいやら恐れ多いやら私は一層深く頭を下げましたすると三明寺殿は仰せになりました よいか常よこのように関東8カ国の軍勢を残らずここに集めたのは他でもないそなたがあの時この私に申したことはまことかうそかそれを確かめたかったためであるぞ」。三明治殿はそう言うと今私のことを指さしあざけり笑った侍たちをゆっくりと眺め回し言葉を続けられました。 あの時そなたは旅そうであったこのわしにしかとこうもした「いざ鎌倉に大事あれば今すぐにでもちぎれたりとも鎧兜に身を固めさびなぎなたを取って野生馬にむち打ち真っ先に駆きつけるとなその言葉に寸分たがわずここにはせたるそなたの心構えまことに見事であったぞ」。 そして三明治殿は一段と声を大きくして「他の者も,もよく聞け何か訴え事があるなら遠慮なく申し出るがよいそれぞれ今この間で裁きをつけてやるぞまず手始めに「現在門常世には佐野の国を元通り改めてここで授けるぞ」。それから何よりも嬉しかったのは 常世があの大雪のように大事な蜂の木を焚いてくれたことであったあの蜂の木は確か梅・桜・松であったなあの親切は一生忘れないぞその例に加賀の国の梅田越中の国の桜井香の国の松井田それぞれ梅・桜・松にちなんだ3つの土地を 常にに授けるることにす子や孫の代に至るまで二度と間違いの起こらぬようにわしが自分で書いたこの書き付けを手渡すことにする」「西明寺殿はそう言うとあらかじめ用意していた書き付けをそばの家来に家来は段を下って私に手渡して下されたのでございます」「あまりのことに私はただ 二度三度うやうやしくその書きつけを押しいただき先ほど私のことを嘲笑った大名・商名たちが思わずため息をつく中をゆっくりと元の席に戻りましたやがて関東8カ国の武者ぞろいは何事もなく終わり皆それぞれの両国に帰ってきました私もまた。 痩せ馬に鞭打って佐野を目指して帰りました軒傾いた薔薇屋にこれほどの幸せを今私が持ち帰るとも知らないでただ待ちわびる妻のことを思いながら。